はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、二眼レフのですね、定番モデルと言われておりますローライフレックスの中でも最高峰と言われております、ローライフレックスの 2.8F になります。ご覧の通り、外観から見ていきますね。はい、ローライフレックスの 2.8F のですね、こちらはですね、プラナーですね。プラナーの 80mm が搭載されているモデルになります。ご覧の通り、プラナーですね。プラナー 80mm。縁が 2.8、モデル名の 2.8 ですね。はい。こちらに書かれている 2.8F になります。はい。外観はですね、さすがにちょっと経年感がちょっとちらほらと見られるんですけれども、ひどい革の剥がれとかですね、ボロボロ剥がれちゃったりとか、金属がひどく腐食していたりとか、そういうことはないですね。はい。この通り、真鍮も見えておりませんし、綺麗ですね。こういうところよく擦れてるんですけれども、それもないですね。はい。背面も綺麗です。ちょっとこの辺に使用感が、ちょっと、おそらくですね、ベルトとぶつかったりとかした跡がありますけれども、はい、三脚の跡もないですね。底面も綺麗です。はい、天板部分も、ロゴも綺麗にありまして、革の剥がれとか縮みとかも見られないですね。はい、あとはですね、この露出系のこのプラスチックカバーの部分にちょっと、ぶつけた跡がちょっと見られる程度ですね。はい。ピントは、このようにですね、非常に滑らかに、ちゃんときちんと平行に前後をしていますね。いっぱいまで、キリキリしたり、カリカリしてたりとかですね、してないですね。はい。グリス切れの感じもありません。はい。はい。じゃあ、シャッターをちょっと見ていきます。あ、その前にレンズですね。レンズはですね、前玉、ご覧の通りですね、コーティングもしっかりしておりまして、薄いですね、吹きすれのようなものも見えますけれども、ひどい引っかき傷とか、コーティングの剥離などは見られませんで、大変綺麗な状態ですね。映像に影響するような障害は全く見られないです。もちろんですね、中玉に曇りとかバルサム切れ、そういったものも見られないですね。曇りも全く見られないです。では、シャッターをチェックしていきたいと思います。この向かって右側のですね、ダイヤルが、シャッタースピードのダイヤルですね。下側の赤い文字で、シャッタースピードが変えられるようになってますね。シャッタースピードダイヤルが若干硬いです。はい。これはご留意いただければと思いますね。はい。1の、こちら絞りが左側ですね。こちらはちゃんと軽く動作してますね。はい。8ぐらいにして、まだ低速の1秒から、はい、回し、テストしていきます。ローライフレックスはご覧のように、こう、一回ですね、リムを巻き上げてから逆回転して、シャッターをチャージいたします。はい。これでシャッターが切れる状態です。まずは1秒から。はい、1秒切れてますね。はい。はい。気持ち長めに感じますけれども、安定して切れてますね。いいですね。この巻き上げにもですね、カリカリしたりとか、ガリガリ、嫌な感じはしないですね。次は、2分の1秒に行きますね。はい。はい、2分の1秒いいですね。はい、安定して切れてます。はい。次が4分の1秒に。よっ、はい。はい。いいですね。4分の1秒。はい。ちょっと見えますかね、ちゃんと。はい。きちんと切れてますね。4分の1秒。はい。低速シャッターに粘りですとか、シャッター膜の遅れなんかはないのがお分かりいただけると思います。では次に、低速、中速ですね。の、60分の1秒で見ていきます。はい。なんとか見えると思いますね。はい。60分の1秒、きっちり。軽く開いているのがお分かりいただけますね。はい。次は最後に、高速の500分の1秒ですね。もうほとんど見えないと思いますけれども。はい。非常にローライフレックスらしい静かなシャッター音で切れているのがお分かりいただけると思います。
はい。ということで、シャッターには、全く問題ないのが分かりいただけると思いますね。でもってですね、こちらの露出系ですね。露出系も、まあ、おおむね、正確な露出を、指しているように感じますね、目視ですけれども。カラネガ程度でしたらですね、これの、この細い方の針ですね、これに絞りをこう、絞り、右の足に失礼しました。シャッタースピードですね、これを変更していくとですね、この先に丸いがついた針が動きますので、これを動かしてあげて細い方の針に合わせてシャッターを切ると適正な露出が得られるという仕組みになってますね。はい。カラネガ程度でしたらですね、この露出系を頼りに撮影していただいてもいいんですけれども、モノクロですとカラーリバーサルをお使いになる場合は、単体露出系を使った方がいいですね。はい。ということで、付属品がこちらのフロントキャップですね。こう横にして入れていただいて、合わせていただいて、ぐるっと回して、下もレンズにピタッと合わせていただく。そんな感じになりますね。でもってこちら、まだ付属品が、あとはこちらのですね、革ケースですね。純正の、ローライフレックス純正の革ケースと、はい、こちらの革ストラップが付属しています。このカニの爪の金具もついていますね。ここに、そのまま差し込んでいただければ、OK ですね。はい。こちらをですね、このまま、カット入れていただければ。はい、これでいいですね。で、外すときにはこれをつまんでいただければ、簡単に外れますね。はい。で、革ケースもですね、こちらも、しっかりとしておりまして、この接続部分が外れてしまったりとかですね、切れた革が切れてすり減ったりとかはしてないですね。はい。非常に綺麗な革ケースです。はい。こちらが付属しております。はい。ということで、大変いい状態のですね、ローライフレックの最高峰と言われております 2.8F になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。